森村さんはさまざまなジャンルと横断的、それ横断的にま、えー、また、あ、直接的にあの関わることもなさっていらっしゃると思いますそういった異なるジャンルと美術を結びつけ、なおかつその現代、私たちが直面しているさまざまな事柄にも非常に鋭敏な感性をお持ちの森村さんに、ここは一つ、えー なかなかこう想定できない <laughs> 皆さんがどうなるのかなと期待されるような、まあ、展覧会を共に仕立てていくことができればなと思いまして森丸さんにお願い,いたしましま国際展とはどんなものなのかあるいは国際展というものを成功させるためにはどうすればいいのかこのようなことをよく知っている方はもちろん 世の中たくさんいらっしゃると思うんですけど知らないから全てを、えー、白紙状態真っ白な状態からスタートさせることができるのではないかと、えー、だんだんその皆さんお話をしていくうちにそういうふうに思い始めましてうーんアーティスティックディレクターという仕事に。 実感を持ち始めましてお引き受けいたしましたこの横浜、えー、トリエンナーレの会場の拠点となります横浜美術館ですがこの美術館でこれまで私2度も展覧会をさせていただきました一つ目が1996年、えー美にやたる「美に至る病」はい。 上品になった私という展覧会で、もう一つが2008年ですが美の教室成長せよというこの大きな古典を二つやらせていただきまして私のまあ美術家としての人生でも大変重要な、えー、土地それが横浜なんですね他ならぬ私の大切な、えー、美術館でありまた町であります、えー、横浜からの ご指名ですので横浜への確実な愛情があるこのことはその真っ白な状態のところに何事かを構築していくための重要なパワーになるだろうとそのように信じておりますその美術にとってあるいは人間にとって社会にとって文化にとって今何が 大事なのかとというう点を提案すすべきだと思うんですねこの展覧会を通じてですね分かっていただけるような今何が大事かということをあの頭の、えー、ところにおいてですね何が流行しているかではなく何が大事かということをあの大切に考えて、えー、いろいろなことを進めていきたいと思っています。